すいません、はい、あのもしかしてプロ野球の土屋選手じゃないですか？ああ、そうです。あ、やっぱりそうだ。あ、こんなところにまさか土屋選手がこの病院にいらっしゃるなんて思いませんでしたよ。ちょっと怪我をしてしまいまして。あ、そうなんですね。はい、実はうちの息子、はい、土屋選手の大ファンなんですよ。ああ、そうなんですか。そうなんですよ。ああ、嬉しいな。うちの息子もこの病院にいるんですけど、はい、ただ息子怖がって手術しようとしないんです。お母さん、もしよければ息子さんにお会いできませんかね。え、何かこう励ませればと思いまして。いいんですか？はい、あ、息子絶対喜ぶと思います。すぐ連れてきますね。ちょっと待っててください。はい、あ、秋吉ちゃん、秋吉ちゃん、秋吉ちゃん、ほらおいでって。やだよ、手術なんか絶対にやだ。いいからおいで。やめてよ。いいから、やめてよ。いらっしゃい、いらっしゃい。やめてよ。やめてよ。秋吉ちゃん、落ち着いて。おい、お前、待って。秋吉ちゃん、外科医の岡安です。医者の方かよ。医者の方が手術怖がってるんですからね。うわ、嬉しい。何これ。ねえねえ、お母さん、お母さん、どうしたの？あのさ、今日はさ、あのさ、僕のためにさ、土屋選手さ、呼んでくれてありがとうね。いいな、よくして、お仕事頑張ってるね。めちゃくちゃマザコンじゃねえかよ。よく医者務まんな、こんな人が。あの土屋選手の大ファンでして。ああ、そうなんですか。いつか土屋選手みたいな野球選手になりたいなと思ってます。いや、無理だな、無理だな。今から無理あるでしょ、さすがに。もう本当に大好きで。ああ、そうなんですね。もう土屋選手の打ち方真似して打ってるんですよ。へえ。注射。危ねえな、おい。いや、やめろ、やめろ、これ。怪我人出るからやめなさい、これ。シューってやってるんですよ。危ないから、これ。やめなさいよ。すいません。もしよかったらでいいんですけど。はい、あと写真とかって。いいですよ。いいですか？レントゲンですよ。いや、言ってないですよ。いや、レントゲン。骨見ようとしてるの。いや、ダメです。俺の骨見てえのかよ。なんでだよ。ちなみにですけど、土屋選手ってご飯って食べてました？いや、まだ食べてない。あ、食べてない。はい、だったら MRI 受けりますね。先に見ようとしてんのかよ、こいつよ。なんで、なんで一緒に写ろうとしてんだ、お前も。ピース細かく輪切ってんだ、おい。いいよ、そんなの。あ、なんとか、グローブにサインとかって。いいね、ちょっと嬉しい、嬉しい。お手用のグローブね、これ。そうです。いや、思ってたの野球のかと思って。大丈夫です、これ。伸ばしながらやる。書きづらいですよ、これ。伸ばしながらやれば。え、ちょっと、トイだから書きづらいんですよ、これ。こうやってシーッて。いい。痛い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 。ごめんなさい。なんか嫌な予感したんですよ、ちょっと。新品だから粉まっちゃって。おー、やっとこう。OK。よかった。ほんと嬉しい。秋吉さん、これで頑張って手術できるわね。それとこれは別で。いや、しろよ、手術。医者なんだから。土屋選手、励ましてくれるって言ったら早く。いや、ちゃんと思ってた状況と全然違ったんで。やる気出させて、早く。岡谷選手、あ、選手じゃない、先生。俺のこと選手と認めてくれたんですよ。嬉しい、やった。おいつかなりたいと思ってたから。先生ですね、岡谷先生、選手でもどっちもいいでしょ。待ってますんで、はい、頑張って手術をしましょう。まあ、土屋選手がそこまで言ってくれるんであれば、もう手術やってみようかなって思いますけど。お、本当ですか。お、あ、じゃあ一つだけ約束してもらえます。はい、何でしょう。明日の試合、僕のためにホームラン打って。いや、無理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 。俺、そう、怪我しているんですよ、ここに。会いに来たわけじゃないんですよ。無理ですよ、こんな。あ、いいこと思いついた。土屋選手のオペだったらやってもいいかな。だから俺がお断りだろ、あんたに。やだわ。あ、土屋選手のオペか。あ、骨生で見れるのか。やべえじゃねえか、考えてることやべえよ。ちょっとやですよ、そんなの。俺が。じゃあ早速オペしましょう、ね。やです、やです。いや、僕がお断りです。土屋選手、そうだ、せっかくだからトミー・ジョン手術しちゃおうよ。俺、外野手術別にいらないです、それ。二刀流にしてあげたから。ちょっと、大丈夫だよ。怖くないよ。怖い、目が行っちゃってますよね。大丈夫だよ、手術しようよ。怖い、手術、手術、怖い、手術。入れ替わってるじゃねえかも、最終的に。もう土屋選手、頑張って手術しましょう。お断りします。はい、斜め45度、どうもありがとうございました。